44インチポリカーボネートの箱の大きさはこれぐらいです。この箱でご自宅まで配送されます。箱から取り出すとこのようになります。ボードやリング、タンクなどの大きなパーツの他にボルトやナット類もありますのでご注意ください。ポールは今組み立て上がっておりますが、もともとは3本別々で出来上がっております。その3本がこちらのタンクの蓋の中に入っておりますので、注意してください。まずはポールを組み立てます。トップポール、ミドルポール、ボトムポールの3本からなっております。このように地面に強く叩きつけてきちんとはめてください。ここで緩いと後で抜ける恐れがありますので、きちんとはめ込んでください。次に組み立て上がったポールをタンク、そしてホイールと固定していきます。ホイールはこのようにブラケットとホイールを固定して外できちんと金具で留めてください。タンクの下にセットしたらボルトを使ってそのままポールに直結させていきます。ボルトを留めるとこのようになります。この部分でタンクとポールを留めておりますので、きつく締めてください。次にストラットをポールとタンクに固定していきます。ボルト、ワッシャー、ストラットの順で入れて、そこにポールを組み立てていきます。通したら逆方向からもストラット、ワッシャー、そしてナットで固定していきます。このようにナットで固定したら、次はタンク側を固定していきます。タンク側を自由に動かすために、まだここでは完全に固定せずに少し緩く固定してください。ストラットとタンクを固定するとこのようになります。上側からボルト、そして裏側はナットでこのように留めてください。ここまで来たらストラットを上と下どちらも完全に固定してください。次に高さ調節に必要となるブラケットをポールに取り付けていきます。この平らなブラケットを正面側、そして三角形のブラケットを裏側につけてポール、ボルトで固定していきます。次にバックボードにブラケットを取り付けていきます。このようにブラケットをボードの骨組みの内側に入れてボルト、ナットで固定していきます。ボルトを外側から差し込んでナットで固定していきます。ブラケットを取り付けるとこのようになります。ボードとポールを取り付ける重要なパーツですので、きちんときつく固定してください。次にボードとブラケットを取り付けていきます。このブラケットの先にリングが取り付けられます。この時きちんと T 字ボルトをこの間に差し込むことを忘れないでください。完全にボルトで固定する前に、このブラケットの土台のところとボードの土台が平行になるように気をつけてください。リングが水平でなくなってしまいますので、ここできちんと調整をしてからボルトとナットで固定してください。次にエレベーターチューブを固定していきます。まずは下に当たるローアーエレベーターチューブです。長い方のエレベーターチューブ2本になります。ここにボルト、スペーサーなどを通して固定していきます。スプリングもありますので忘れずに入れてください。
固定するとこのようになります。スペーサーが潰れないように気をつけてください。ナットからボルトが本当に少しだけ出るぐらいまで締めてください。緩くするとガタつきますし、きつく締めすぎると高さ調節がうまくいかなくなりますので気をつけてください。次にアッパーエレベーターチューブを固定していきます。短い方のエレベーターチューブ2本になります。穴の間隔が短い、こちらがボード側になりますので注意してください。ボルト、スペーサー、ナットを使って固定していきます。エレベーターチューブを固定するとこのようになります。アッパーエレベーターチューブもローワーと同じようにナットの先から少しだけボルトが出るぐらいまで締めてください。この4つのエレベーターチューブ全てが平行になるように組み立ててください。次にエレベーターチューブとポールを固定していきます。タンクとポールはこのように倒して脚立などで、支えるようにしてください。エレベーターチューブとポールを固定するとこのようになります。タンクの向きに気をつけてください。必ずボードが正面を向くようにしてください。ボード側と同じようにナットからボルトがこれぐらい出るように締めてください。次に高さ調節のハンドルにインナーチューブを差し込んでいきます。まず下の方から差し込んでハンドルを握ると奥まで入っていくので、一回ハンドルを外してカチッと音が鳴るところで止めてください。先ほど差し込んだインナーチューブをポールに固定していきます。こちらにボルト、ナットを使って固定していきます。高さ調節のチューブとエレベーターチューブ、ローワーエレベーターチューブを固定していきます。ボルトを差し込んでスペーサーなどを使って固定していきます。エレベーターチューブと固定するとこのようになります。先ほどと同じようにナットの先からボルトが少し出るまで締めてください。次にリングを固定していきます。ボードに取り付けたブラケットの中にこのようにリングを埋め込み、 T 字ボルトはこのように出てくるようにしてください。そこにまずはブラケット取り付けて、スプリング、そしてナットとワッシャーで固定していきます。で締めるとこのようになります。ボルトが約3ミリほど先が出るぐらいまできつく締めてください。高さ調節に必要なバックボード裏のスプリングを固定していきます。このようにアッパーエレベーターチューブと固定します。裏からナットで固定して OK です。スプリングを固定するとこのようになります。他のエレベーターチューブと同じようにボルトの先がナットから少しだけ出るまで締めてください。これで完成です。完成するとこのようになります。ハンドルを使って簡単に高さ調節が可能です。True to the game. Spalding.